普段子高校生活。いっつも思うけど、女性向けってつけるのよくないわ。 BL コーナーでとどめとけよ。そうなの、買いずれ。やっと。めっちゃ不気味がられたけど、まあいいわ。ここで一番の問題は、そう、会計。正直エロ本買う方が100倍マシ。いつも行かない本屋に行きゃよかった。すいません、電話代わってもらっていいですか。ん？レジやります、俺。あ、はい。え？お次の方どうぞ。そう来る？お願いします。お預かりします。分かってる、お前の言わんとしてることは分かってるから、早く打て。ありがとうございました。ねえ、さっきの人男が好きなのかな。ってことがありまして。へえ。あいつ絶ゆる。普段子イコール男が好きじゃねえっつんだよ。ええ、なんだよ、お前割と長い付き合いなのにずっと俺のこと男が好きだと思ってたの。少し分かってねえな。腐女子が BL 読んで燃えて満足するのと同じなんだよ。他人の幸せを陰ながら見守る存在なの。俺は至ってノーマルだね。だって実感するもん。 BL 漫画でキャラと名前が被るとき、 SNS で普段子受け萌えの単語を見かけたとき、いたたまれない。おつつーか、グッチ SNS やってんの？うん、見して。俺の男友達がまた痴漢にあったらしい。どう考えても髪型に問題がある。ねえ、これ先週グッチに話した俺のことじゃないよね。いい BL ネタだと思ってたら指が勝手に。ふざけんな、俺のことネタにするの禁止だからね。まあ落ち着けって。ところで最近痴漢の被害は減ったか？いや、今月3回あったから。ほほう。息するようにツイートするな、こら。ツイートしないと息の根止まる。いっそ止めたろうか。ダメだ。その前に俺には叶えたい夢があるんだ。夢？どんな？俺の夢は、そう、普段子の仲間が欲しい。仲間が欲しい。だったら SNS で仲間見つけたら。ネットはそんなに甘くないんだよ。なんで？カフェで食べたケーキの写メ上げてたら女扱いされた。世知辛いね。遅いね、無限大、誰もが